ゆうた、ひえが、はい、カバ顔でかいヤマト、カバです。今日は何？今日は人狼。人狼だ。はい、ごめんね、ゆうた、本当にゆうたがあんまり好きじゃないその人狼ゲーム多い、マジで最近多すぎる。そう、まあ、結構3回目とかな、今年うん、まあ、結構好評なんで、うん、まあ、人狼企画やっていきたいなと思うんですけれども、はい、これなんだ、これなんだ、もうついてるんですか。はい、僕たちが普段つけていないマイクをつけてるわけですけれども、はい、このちょっとなんかクオリティ上げようとしてないかと思った方もいると思うんですけれども、まあ、これ違いますと、本日目覚まし8さんの密着取材が入ってる、はい、ありがとうございます。ということで、あの僕たちの撮影の風景ちょっと密着していただいてるということで、はい、このマイクをつけたままお届けするよと、うん、その密着した内容の放送が5月5日だったんで、この動画出てる頃には僕たちの密着の映像終わってると思うんです。なるほどなるほど。怒涛ですからね、5月5日、うん、すごいよ。生出演もさせていただきながら密着 V が入ってます。すごい、マジで。それで言いますと、なんか浦瀬さん今日の朝のテレビ出てたもん。出てたよね、なんか朝から。前俺らが見てたさ、アーティストさんがさ曲出した時にさ、うん、流れる感じ、うん、あれで出てた、あのまま出てた。どうした？いや、マジでびっくりした。ゆうたも出てたから。出てた。そうだよ、ゆうさんみたいな。ゆうま24歳ってね書かれていて、うん、僕の曲カーテンがね、目覚ましさんで放送されてましたよ。すごいことね。これは本当にすごいですよ。いや、だって俺ユーマンカーテンを出してから LINE する回数増えたもんでもめちゃめちゃ個人で LINE してるユーマン、ユーマンランキングまた2個上がってたよ何々のアーティスト、何々のアーティストに挟まれてお前ヤバくねやべえことになってきたいや、嬉しいよ、ほんとに。いや、まあ一応昨日俺ユーマと飯食ったんだけど、お前すごっ。結構なんかもうアーティストさんだから、うん、じゃとりあえずウーロン茶3つでって言ったら、すいません、僕あのお冷やで、あ、喉の油食べちゃうウーロン茶喉を、マジで。まあまあ半分ボケだけど、いや、お前ガチだってしかもあのお冷やさ、冷たいのよ、くるや、うん、あの常温のお水ってありますか。え、ほんとに。いやいや、やっちゃってんじゃん。形から入っていくことは大事だと思うよ。形からだよ、なんでもかんでも。いや、意識はいいと思うけど、うん、早いって、その来週レコーディングとかもないくせにしかもその後油ビッタビタのロースカツ食ってたから、それはいいんだみたいな。いや、油は喉にいいです。ああ、そうなんだ。そうあの、その時にもそのアーティスト活動のことをちょっと話して、いや、でも僕数字とかお金とかでやってなくて結構自己満なんで、友達がいいと思ってくれたらそれでいいっすかっこいい感じをヤマトに見せつけてきた。俺にだいぶ見せつけてきて、他からの評価怖いなってこれ出されるか実際ね、ランキング的に結構すごいよね。えぐい。 LINE ミュージックは2位ですか。今3位ですね。 LINE ミュージック最大で2位までいって、うん、あとはアップルミュージックのトップソングみたいなので18位ぐらいまで今、うん、えぐい、マジすごいよ。その辺にある曲マジ全部えぐい。デイリーだったら56位ちょっと見ていい。あ、めっちゃ詳しいのよ、ね、さすがだもう今18位ですよ、カーテン。シンデレラボーイとミックスナッツに挟まれてますね。やばいことだよ、もう俺焦っちゃってるもん。俺も自分の曲のようにこうチェックしてる、飛ばして見て。だからめちゃめちゃ、まあ、トップ100に入ったのがまずすごいんでしょ。全部やばいじゃん。ここら辺まで全部知ってる曲だよ、この200ぐらい。友達が入ってんのはちょっと嬉しすぎて。いや、これはね、コムドットだからとかじゃない。だってヤマトが出してたらまた違うもん、多分。普通にユーマのこのセンスと歌声と、もう全てがこう、良くて18位まで来てるから。これね、マジヤマトが出すのとかと別に自分で良くない。例えあ、俺でもそうなんだけど、その人気とかじゃない。人気もある、まあまあ、人気もあるんだけど、それはそう。マジユーマだからこの順位だと思う、うん。よくなかったらみんなもそんな聞いてくんない。リピれないですよ、多分。そうだ、いくら好きでも普通にリピって。俺もリピってる、うん、俺もリピってる。今日も運転しながらカーテン聞いてきたし、1曲でも知らない曲はないわけ、ね、ここに入ってる曲で。で、ここに食い込んでるってことは多分新しく見た人聞くんじゃない。控えるじゃん。あ、そうだよ。なんだこの曲ってなって、あ、ここでさ、シャッフルする人とかいる。あ、いる。そうそう、ユニバーサルミュージックの人に聞いたんですけど、うん、ここのトップ10に入ったらこれマジで革命らしい。おお、もうやばいんでしょ、トップ10入ったら。なんか言うにはやばいらしい。そう、ないです、例えみたいな。やばいやばい言われてます、むずいから俺は。ほんと、下手くそ。なんかその、やばいやつ盛り上げのが、その、あれかなと思って。どれぐらいやばいみたいなのがあって、そうそう、欲しいな。例えば、YouTube 界で言うとこのコムドットぐらいやばい。
おお、けどちょっと本人たちだからちょっとうまく響きにくいかも。それで言うとデビュー1年目で WBC 招集されたみたいなことじゃん。ああ、この野球界で言うと。そうそうそう。ああ、すごいね、それは。そういうことか。サッカーもそのデビュー1年目で日本代表招集されたみたいなことじゃん。半端ない。でも日本の代表曲なわけ。そうだよ。でデビューでその代表曲の中に入るっていうのは異常でしょ。やばい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 。実感ないんだけど。いや本当にない。実感ないから、本当にね、いいのかなって思ってた、正直。あ、だってさ、俺のお母さんがさ、うん、いやこれユーマ、紅白だね、FNS 歌謡祭だねって言ってるのを俺横で見てたけど、うん、ガチでそういうところで歌ってるアーティストさんとかさ、うん、曲がの並んでるわけですよ。いや、そうですよ。年末ユーマと遊べないかもしれない。確かに。こっから毎年、白いとこいんのユーマ。白い、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 飲み会いねえんだって。また幸せですね。すごい、うん。まあ、MV もね、公開しましたけれども、はい、どうですか、反響的に。あ、いや、すごい、100万再生いってますからね、3時間で。そう、見たことないね、ちゃんと。コメントももう1万件くらい来てますね。すごいね。それこそ、あの、マエケンさんがね、ストーリー上げてくださる。びっくりした、マジで。カムドットが見てくれてるってことだ。まあ、だから、見たことはあるんですよ。まあ、待望みたいな感じで、出ました。こういうスタートあったからね。勝手な想像ですけど、ムクエナとかも聞いてくれてて、スケニーヤンとか周りの人がやっぱさ、そのやってくれると嬉しい。嬉しい。じゃあもうこっからどこまで登っていくんでしょうかね。楽しみですけれども、まあ、本日は全く関係ないですから。ないですか。なんか言ったよ、なんつったっけ今日は。人狼。人狼か。人狼ですけど、人狼はやっぱあんまりまだ好き。いやですよ、やりたくないですよ僕は。ねえ、どうでも楽しいけどね、人狼企画ね。俺もね、得意じゃないのよ。あ、そうなの。その、騙すっていうのが苦手で、人を。急に出てきた。いや、あの、人を騙すっていうのが性格上苦手で。ちょ、お前え、何、どうしよう。ちょ、お前テレビのカメラの前でめっちゃカッコつけてるよ。いや、もう、もう使われてないかもしれないでしょ。全然俺の素養これは。いや、騙すのは苦手ではないと思う。そう、俺で聞いたし。騙すとか、見抜くとかしたくないのよ。じゃあ、ゲームならさ、ただのノリ悪いやつになっちゃう。だから無理してやるけど、今日は。ああ。心痛い。そう。ユータとは違うから、俺は。え、ユータはどう？その、騙すとかが嫌いなの？あ、それも嫌いだし、なんかみんなムキになってるのが見てられない。結構マジな顔してやるやん。いや、別にそれが楽しいんだよね。それが楽しくないのよ、俺からしたら。もうマジでムキになってるの。え、ムキになるの誰なの？じゃあ、全員。ユータもなってる。いやだから、やりたくないって言ってる。あ、ムキになる自分も。今の方ムキになってたし。ムキになりたくないんだ。ムキになり合いたくないんだ。そう、見てられないじゃん、そんな。いや、ゲームなのにさ、いや、なんで、マジ、まあ、はみたいな。意味わかんないよ。確かに、その、市民なのに、無理やりノリで、その、処刑された時の雰囲気が結構きついもん。なんかめっちゃ傷ついてる顔とかさ。あれが楽しいんだけどね、俺ら的には。多分ただ、僕たちが YouTube でやる企画は、いわゆる人狼ゲームではなくて、みんなが最後まで楽しめるゲームが一応あるじゃない。そうね、そうそう、今年入ってから高級焼肉で人狼やりましたね。うん、ルールとしては人狼が、めちゃめちゃいっぱい注文して、うん、みんなでそれを食べなきゃいけないって企画なんですけど、誰が頼みすぎたのかっていうのを、まあ、最後当てるっていう。だから今回は、これ食べません。いや、ありがたい。食事人狼ではないと。なんですか。本日の企画をしてくれたと思います。はい。ということで、続く5人でいつまで帰れない人狼。以前、一回実はやってるんですけど、コムドットが企画中に喧嘩になりましたね。あー、ユータが立ってたんでね。あ、そう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 、うん、あれやったんですけど、まあ、どんな企画かっていうと、さから始まる、県名はみたいな、うん、例えばですけど、そのお題が出まして、まあ、佐賀県とかじゃないですか。はいはいはい。それをみんなで一致させると。なるほど。いう企画を取ったんですよ。で、あの、これ幼馴染なら、そんなのみんな育ちが一緒ですから、うん、揃って当たり前だろみたいな感じでやったんですけど、全然揃わなくて、いかつかったよな、あれ。めちゃくちゃいかなかった。めちゃめちゃ終われなかったみたいな。あれ、いかつかったな。うん。まあ、その時に、まあ、先輩はユーマくんなんですよ。ユーマ。もう、合わせないようにしてるんじゃないかと言わんばかりの、もうめちゃめちゃな回答をたくさんしてるわけですよ。でも本人はすごいガチでやってくれてはいたらしいんですけど、まあ、一応その多数決的に4対1とかになる場面がすごい多かったので、今は先輩みたいになってましたけども、結構コメント欄が盛り上がってまして、うん、この企画もう一回見たいとか、はいはいはい、その私も参加しながらできたから楽しかったとか、うん、僕たちも盛り上がりましたし、視聴者のみんなも盛り上がった。楽しいよね、そういう動画。そういうコメントがあったんだね。
まあ、第1回でも神回ができてしまったんで、これ第2回をやるのは野暮だな、まあ、ただあのみんなで揃えるみたいな曲楽しいんで、うん、まあ、もう一回やりたいなと思いまして、はい、本日は人狼要素を加えてやっていこうかな。アレンジで一手間だ。今回なんですけど制限時間1時間でやります。1時間の中で人狼をあぶり出すっていう形でやるんですけども、人狼は1時間の間で一致させないように動いてもらう。それじゃあ1時間の間で、じゃあもう30分ぐらいで人狼がちょいずらしとかやっていかないとバレるわけ。まあそうだ、ね、でちょいずらしたタイミングで一致しちゃいました、ここに。うん、どうなの。あ、まあ、続きます。あ、続くんだ。企画続きます。で、その中で人狼誰だっていうのをその見抜くタイムなんで、変な話、その1回目で揃っちゃった場合、そこで終わっちゃったら人狼が誰か分かんないじゃないですか、うん、まあ、なんで、まあ、一応1時間はやります。人狼も毎回毎回こう外しに行かなくてもいい、うん、そしたらバレちゃう。ここはみんな合っちゃいそうだなみたいなところに絶妙にずらしに行く、うん、ただ他は真面目にやってれば、いやちょっと今回はマジ間違えちゃっただけだみたいな、前回のユーマみたいな立ち回りができる。あ、当てに行ってもいいんだ。そう、ただ合わせちゃいけない。人狼は2回一致してしまった時点でこれ負けは確定します。あー、そうなの。はい、で、さすがに人狼チーム不利かなと思ったんで、まあ、今回もちょっと特殊な役職を一人入れたいなまあ一応入れたい役職は決まってて、どうすか。4回に1回ボケマンっていう。あなるほどね。はい、回答でその4回に1回は確実にボケなきゃいけないんで、うん、4回中4回ボケてもいいんです。あー、オッケーオッケー、そういうこと。そう、縛りとして4回に1回は確実にボケないんで。あ、オッケー、4回目毎回だと思った。あー、それだと分かっちゃうな。どれだけボケてもいいんですけど、その最低のラインは決めておいて。はい、了解。どうします。もう今回その市民チームもその4回に1回ボケマンをもらっても言っちゃいけないことにします。そうだ、4回に1回ボケマンは、まあ、白国いなきゃいけないっていう。そうだね。基本的にみんな自分の役職は市民って言わなきゃいけないから、うん、はい、4回に1回ポケモンも市民なんで紛れ込もうよってことで、紛れ込もうよ。はいはいはい、オッケーです、オッケーです。まだ役職は2つですね、うん、市民側なんだよね、そいつ。一応市民側じゃない。いやさ、人狼が勝つように動く人やん、それって。いや、人狼が紛れ込めるように優しくいるってことでしょ。いや、枷を背負っちゃってる人だから、ただ単に人狼のことは考えてないってこと。人狼とかは考えてない。面白いことしろって言われてるやつってことだよね。で、改めまして今回役職は人狼。この人はとにかくもう揃わせない、そして自分が人狼とバレないように立ち振る舞う。4回に1回ボケマン。この人はもう市民なんですけど、最低でも4回に1回はボケない。はい、で、あと3人は市民です。これはもうさ、普通にやれんだよ。まあ、普通に、うん、この3人が頭弱かったらきついよね。きつい。4回に1回ポケモンみたいなさ雰囲気のやつが1人紛ったらマジきついやん。マジきつい。だから、まあ、ほんと市民来たら頑張る。そう、市民が本当に頑張んないと成立しないゲームです。マジで変な動画になるから、うん、頑張るし。はい、ということで、まあ、早速今からちょっと別部屋に全員待機して、はい、まあ、呼ばれたら来て、で役職を引いて、まあ、本戦開始という形で客やっていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。ということで、全員の役職が決まりました。はい、今から1時間ですね。いや、これさ、人狼さんさ、2回さ、やったらダメなんだよね、うん、簡単な問題ばっかやったらマジ焦るだろう。確かに、うん、そこが、人狼っぽい、うん、あえて言わなくてもよかったもんね、こっちに圧力かけるみたいな。お前、そうやって俺のこと売り飛ばす感じ。じゃあ売り飛ばすも何も、その敵は1人しかいないんで、うん、違う、仲間はさ、ちゃんと仲間にしとかないと危ない、うん、始まってからやろう。やろう、そうだ、始まってないから。それではゲーム開始。行こう、もうすぐ行こう。いや、これ市民のみんなマジでやろう。マジでやろう、マジでやろう。これ市民がマジでやればやるほど、うん、人狼焦るから。そういうことだ。役職何？市民。何？市民。市民。市民怪しい。いや、市民ってね、何、どうしよう。コンディションか。コンディションだね。まあ、とりあえず1個やって、とりあえず1個やってみないとね。いきます。はで始まる三日坊主で終わりがちなことといえば、はで始まる三日坊主で終わりがちなこと、まあ、例えば日記とかってことだよね。2から始まるとかね。そうそうそう、日だったら筋トレとかランニングとか、そういうことは。かはでしょ。三日坊主。いや、でもこれじゃないかな。え、全く出ないんだよ。むずすぎる、むずすぎる。しゃーないよ、これはもう時間かけても仕方ないですよ。そうだね。はい、はいきます。はい、じゃあヒューゴ君から。はい、じゃあ僕いきます。ハイキング。ハイキング。いや、もう出てこない。まあまあけど、まあ、いい方だよ。いや、いい方だよ、やれた方だよね、マジで。いや、ひどいやろ。いや、バカ、やれた方だ。いや、すごいわ。え、すごいでしょ。途中まで俺マジで一緒だと思って。え、マジで。うん、いくよ。
背筋。うわ俺もっと背筋やばい、ね、俺途中までこれだった。そうだね、背筋か。これはもうカットでいいや。あーちゃん、僕走る。うわーうわーうわー、お前や、これ結構狙うでしょ。うん、絶対死に。ランニングみたいな、ね、模範だ。僕はまあ一瞬おって思ってもらえる。おお、まあちょっと、まあね、まあまあまあ、一のアランス。いやこれ結構むずい、まあ、これはむずい、誰も合ってないの、やばい。次お願いします。ではいきます。なで始まる、もらっても困るものといえばな。むずもらったな、なんかむずいな、こうか。むずいむずい、マジむずい。いや俺ちょっとこれ模範かも。ドラゴンじゃない、ドラゴンじゃない、モハンドラゴンもらっても困るやろ。パンチ重いみたいなもんじゃない。モハンドラゴンもらうってもらうぐらい。あ、じゃあ一回さ、なから始まるのでクラモンに言ってもらうね。俺、まあ、今書いてるでしょ、みんな。だから変えんのなしで。ああクラモン、なになんか声変わったね。ずっと見てたんだけど、楽しそうなことやってんね。ありがとう。え、クラモンだったらなに。なでしょ。な、納豆。ああ、ありがとう。まあまあまあ、確かに俺らのやっぱ実力っていうものをクラモンに見せてあげよう。いや俺ね、絶対一人と会ってる気がする。俺ワンチャンあるこれ。俺もこれ会ってなかったから引くね、マジ。え、誰か、じゃあ次、あ、言うたから言っていい。いや、ちょっとこいつやってんな。やっちゃってるね。ちょっとやってんな、これは。何納豆って。え、俺結構違う角度のもらいでいい。タックルボール。いやー、負けたら投げられたら負けたら困るやん。いや、ちょっと結構これ合わせにいってなさすぎる。いやいやいや、なんかそれは俺の脳を見ようみたいな。いやいやいや、俺の思考回路はみんなと一歩違うとこ走ってる。マジそれはちょっとずれてる。これは人狼じゃなくて生き中だわ。これかましてるね。俺はね、名倉さん。レブリング収録後。いやいや、収録後すぐ帰っちゃうからさ。お疲れしたお疲れした、乗っ時の名倉さん、ね、もらうってやつ、ね、レブリング収録後の名倉さんもいただけないし、普通に。でも待って、何人も人いない。3人いるやん。いや、まあこれむずい、むずい。俺結構自信あるもん。本気でやってる。ちょっとじゃあいいよ、言っていいよ。僕トラウマありますから。僕ナス。いやいやひどい。ひどいって。いや、あ、だから努力を取るよね。いや、まあまだ食べ物っていうのはなんかまあもらったりするからね、うん、まあ俺いい、やべえ、生もん。あーあーいやーいやーな、生ものだろ。なるほど。俺ほんと自信あったんだけど、俺は生ものだ、ね、これは普通に合わせるんだったら俺らの。それはそうやろ。生ものですね。生ものだよね。これは生ものだ。いや、これ人狼に一矢報えたよ。いや、確かにこれファンの子たちから差し入れで生ものとかもらってもね、ちょっと嬉しいんだけど、そうそうそう、ちょっと困るやん。その自我消してこ、ナックルボールとかマジ自我半端じゃないぞ。ナックルボールはして、これに関してはそうです、ね。今回一番良かったのはナックルボールだね。だって概念変えてんだもん、うん、まあだから、けど人狼だったら勇気あると思う。ああ、そう、勇気ある。ってもらい物っていう考え方がいる。もうなんか今のところ全然わかんないんだけど。まあまあ、とりあえず行ってみる。行、ね、はい、きます。キーって始まる名曲といえば。え、名曲だよ、名曲。まあでも俺もドンって入ってきたやつですよ。いや俺超絶名曲だよ。俺これ多分揃うと思うよ。ワンちゃん、ジンノさん、これずらさないとヤバい。よし、これはなってたし。けどこれさ、それは違うわとかやめね。まあそれはそう、それはそうだけど、まあ一致した人たちがいたら、まあその人たちが優先には勝てる。そうですね、3人で。はいはい、じゃあわしから行こうかな。はい、いつか。あー、まあ名曲だよね。はいはいはい、あ、名曲、逆らえない。いい。じゃあ俺もちょっとずれちゃった世代、イノセントワールド。あー、名曲って言われて、なんかさ、はいはいはい、まあまあ、昔の方が名曲って言いやすい。うん、最近なんか流行りとかになるやん。名曲ってなるとやっぱイノセントワールド。長い。なるほどね。なるほど。いや、結構いいと思った。間違えちゃう。ウラちゃんはなんか一緒みたいな感じだったよね。いや、いいんだよ、いいんだよ。僕はこちらです。名曲だから。名曲だ。あー、グリーン。
出てきてやばい。出てこれ俺一発目。あ、マジで俺一発目だ。1個目で。うわ、これいけた。これだわ。これはいけた。俺と悩んだよ。いや、全部名曲なんだけど、俺らの世代でなんか一番名曲に近いって言ったこれだね。ちょっと俺古すぎる。まあまあまあ、新しい。2揃ったらすごい。やめよ。こうやってやります。いきますよ。次、よで始まる怖いものといえば。よで始まる怖いもの。はい、ちょっと来たかも。え、俺マジ来たかも。これ揃うだろ。いや、これには気をつけたい。いくつになっても。いや、これじゃないですかね。じゃあ行きましょう。うん、じゃあ俺行こうか。俺めっちゃ自信あるんだけど、まあ、オーソドックスな回答って妖怪。あ、そういうことか。ちょっと待って。いや、そっち目の前にいるやん。うわー、妖怪扱い。僕は怖くないぞ。そして僕は怪獣です。怪獣、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 妖怪です。いや、でも俺側に寄ってる人もいると思うんだよ。怪獣は何か回答ありますか？うん、ないよ。よでしょ。うん、予算。怖えよ。怖えよ。予算。予算の結果できた形だからね。削られて、削られて、これだから。そう、怖い。ギリ削ってこれだから。感謝してます。ありがとう。ありがとうございます。じゃあ次俺、夜中です。あ、ほんとに。近い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 。夜道。あ、夜道だよね。ほらほら、夜夜夜夜道。お前怖い期間長い。長いよ。ちょっと怖いのベクトルが違ったね。まあまあまあ、これはまあユーマ以外は結構大丈夫でしょ。うん、アバウトすぎる。いや、夜はアバウト。じゃあユーマさ、これあれじゃん、夜って書いたけど疑われないししないから、夜でアバウトに行って、ああ、このみんなとずらして隠れようみたいな。お前人狼ちゃう。違う、マジでセンスがないだけで。ああ、普通にマジで多分攻めづらくちょっと広く守りすぎてるよ。任せてください。もう今4回終わった。終わった。だから俺ナックルボールは怪しいと思う。ああ、お前4回に1回ボケなかった。これボケとは違う。名倉さんも何。ああ、そうだ、名倉さんをボケ扱いはやばい。ちょっと待って。4回に1回ボケマンがいるってことは、俺ボケてないのよ。で、俺マジで人狼でもないので、ナックルボール、名倉さんでしょ。で、反乱。反乱でしょ。いや、歯はちょっと出なかったね。で、合わせようとしてるわけないやん、ナックルボールは。え、いやいや、無理。で、名倉さんも合わないやん。だからじゃあボケ。いや、ちょっと名倉さんをボケにするのはやばいって。ボケ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 。いや、ボケボケ。やばいボケボケボケ。まぁ、ちょっと光るよね。どんめんに行こうよ。次で合わせよう。はい、次行きます。2で始まる気持ちいいことといえば。はい、出ました。あ、あー、待って、これは絶対に合う。これ来た。え、見て、ね、気持ちいい。え、むずっ。これ合わなかったらそいつが人狼ですわ。はい、うん、あ、絶対だ。全然待って、待って、むずすぎる。絶対むずすぎる。ちょっともう、これ以上ヒントあげられないぐらい、一ヒントでも与えたら揃う。そう。え、むずすぎる。ほら、いや、お前ぶってんじゃないの。ちょっと待って、4回に1回ボケマン。ほんとに出てこない。じゃあお前人狼やな。あー、あー、あー、俺はお前の4回に1回ボケマン。違います、趣味です。はい、いや、まあ4回に表現は趣味だよ。はい、行くよ。はい、じゃあわしから出したいです。耳かき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 。おー、みうわー、出ました。人狼だ。人狼だ。絶対人狼だ。絶対人狼。いいよ、やばい。本当に考える。もういいよ、やんなって。本当に考える。みーはやばい。みーはやばい。だってナックルボールの後にみんでしょ。人狼やん。うわー、耳かきも気持ちいいと思ってなってもなぁ。じゃじゃ、世の中にあるよ、多分その感性。マジか。やばい。ただ眠るで。ちょっとふざけすぎる。ずるくない？いやー、えぐ。せめてさ、ミストサウナとかさ。あー、あるよ。そっか。いいよいいよ、もう僕は人狼です。違う違う違う、違います。諦めるな、違います、違います。うわ、揃えたかった。いや、いい、いい、あちゃん、それマジ渋い。だってこれ揃って言えば人狼フリーだったもん。いや、まあ、ほんとにお前が今、やばいんだよ。じゃあ、お前、喜んでんの？人狼じゃないあっちゃんがたまたまミスってくれて、人狼のヤマトが喜んでるって話。俺は何でグッと来れてんの？お前、名倉さんと。名倉さんはヤバいって。もう一個あって。反乱。反乱。いや、名倉さんはヤバいって勝っちゃうから。いや、お前、トミーさんと。お前、いっぱい新商品出ちゃった時のトミーさん。行こう、もうやめよ。いろんな人の名前出すのやめよ。まあ、ちょっとヤバいね、今の。次、じゃあ、行きますよ。次、パーで始まる早いものといえば。ターチーとか。バカ。大事すぎる。指数的なね。タで始まる早いもの。でもこのスピードで出ない感じで。そのまでやばいね。早いもの。早いもの。はい。来た。
はい、行きましょうか。ごめん、自信ないです。あ、俺クソ自信ある。俺クソ自信ある。え、じゃあ、タクシー。おー、思いついたけどね。いや、思いついたやつ書くやつやろ、これ。タクシーは出てこない。移動手段としては早くね。確かに。僕急便。あー、俺それは出せない。それは出せないよ。どうも出せないよ。何よ。俺、普通に田辺先輩だったから。おー、OB としてバスケ部を覗きに来たとか。いや、あの時も早いとかねえよ。いや、早かった。いやもう俺ヤマトどうしろ。まあでもタクシーとタメかバカだ。じゃあまあとりあえずじゃあユータ見ようよ。体操芸。いやー悪くないなー。ベストでしょ。いやーキュービット貼るでしょ。いやこれすごい体操芸はえぐいでしょ。これはマジですよ。浅羽パウエルと一時代を築き上げてますから。これはマジです。これはすごい。いや体操芸はヤバいわ。羨ましい。その脳みそが。あっちゃんは出したくね。見せてみる。いや俺も大丈夫。人狼書いてあるとかじゃない。自信持って出したい。自首するみたいな。高飛車。ああ早いよ。これ若干外しに来た。人狼でも。いやこれはやばい。やってこれ早い。揃うわけないよ。揃うわけない。出てこない。早いよ。じゃあ納得いかないぐらい揃うわけない。正直出てこない。もう本当同じレベルなの分かってる。俺よりか。お前田辺先輩と同じレベルだ。俺よりか。お前体操系に顔向けできんだ。えぐいぞ。もうさパッと出てきたやつ書いてみよう。みんなそれに行くつもりでやってんだ。タクシー出てきたけどみたいに言ってんだったら書いてよ。あのお前らだけなのか、その揃えに来てない。いや行ってる行ってる。これは必ずどっちかが人狼でどっちかが4回に1回ボケやめよう。なんかもうちょっと上手くやってくんない。違う。びしょずるいって言ってんの。いかついな。マジで行こう。はい、できます。次、あで始まる女優といえば。来た。ちょっと待って。え、あで始まる女優。前回イで始まる女優さんで石原さとみさんとか、うん、それはね、なで始まる女優で長澤まさみさんとかね。これは合わせられんじゃん。あだよね。あですか。いや、ユーマがやばいよ。ユーマこっち系弱いよな、マジで。すごい疎いよね。有名な人いるよ。これは揃うだろ。いや、これ揃って人狼って行きやすいだね。いいですか。誰から行きます。リーチだね、人狼それ。じゃあ僕いいですか。はい。綾瀬はるかさん。あいや、あやさん。あ、けど違うってことは3人一緒なんちゃう。うん、多分一緒だと思う。芦田愛菜ちゃん。あー、え、ごめんなさい。まーちゃん先。俺、新垣結衣さん。あー、いや、けど一個もね。まあ、両者譲らずですよ。まあ、いや、もう、ごめんなさい、おかしい。謝っちゃったのがやばい。謝っちゃったのがやばい。あ、余裕で言える。お前これは違う。マジで違う。3人だし。ちょっともう書くしかないなって。え、ポイ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 あーやめて。これであっちゃんが安心してる節もあるから。いやいやいや、これガッキーもういや、ほんとに無料で出てきた。もうガッキーっていう頭になる。ね、そうなんだよ。ガッキーすぎた。行こうもん。いや、そうか。行きます。はい。で始まるアーティストといえば。はい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 。あ、俺ヤマトに寄せに行けるかもな。アーティスト。いやいやいや、有名多いよ。すげー出てきた。いや、俺もね、めっちゃ出てきた。やべ、俺これ揃わないんだったら帰ります。勝手なことしない。あ、すみません。いや、これ来ました来ました。2択でした。じゃあいいよ、来たユーマなんで。はい、キングヌー。あー、出た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 。いや、俺ちょっと路線違うわ。時にはおお、はい、いいっすか。キスマイ。あー、キスマイと大丈夫かな。キスマイ1つ。あ、俺、キングヌー。あー、もうそこの2択だった俺。もううわそろわないと。これはみんな頑張って。まあしょうがないか。いや、しょうがない。次行きましょう。次、おで始まるすごい人といえば。すごい人。いや、俺ね、ユータと揃う予感がしてます。あ、じゃあ帰る。え、おか。帰んなもん。え、俺ちょっとマジで自信ある。行きますか。行きますか。じゃあ、え、いいっすか。はい。大谷翔平さん。おー。だよね。え、僕じゃあ先。うん。すみません、小栗旬さんです。ああ、ちょっとそうか、すごいな。いや、それはすごい人、どっちもすごい人だからさ。何も言わない。その何も言わないでください。これは、はい、すみません、大塩平八郎さん。何も言わないでください。すごい人だからね。
当時乱を起こしてますから。はいはい、分かった。次行こう、はい、次行こう。行きます。次、ジで始まるコンビ芸人といえば。コンビ芸人、はいはい、来ました。待って、出てこない。やばい。あー、まあ、出てきた。一発でしょ。あ、来た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 。頼む。いや、俺絶対来た。普通に思いつかないやつ。普通に思いつかない。コンビ芸人、コンビ芸人で C が一組も思い、まあじゃあ思いついたらその人だと思う。うん、C で言うとシリコンバレー銀行破綻しました。いやいや、見て、難しい。難しい。なんか怖いし、そういうこと言われる。ゾッとするわ。俺から行く。ああ、言ったから。行きますよ。はい。しずる。しずる。しずる来た。え、頼む。来た。あ、お前ボケマンやろ。違うよ、この感覚でこれやってくる感じ。だとしたらさ、センスなくない？ボケるタイミング。市民がさ、合わせ市民なわけよ、ボケマン。あ、確かに。だとしたらみんなが合いそうなところでやる必要なくない？そうかそうか。ねえ、大塩平八郎も合わせに行きましたけど、今回もっとヤバいやつが俺よりもいるわ、ここ二人。いやけどさ、まあ、やばいけど、まあ、いや、今もだってバチクソだね。本当にその思い浮かばなくてシックスパックだったら、もうちょい考えてたよ。もう書いてからちょっと落ち着いちゃってたからね。いや、もう本当に思いつかなかった。いや、だって言うともなんか書いてすげえひねり出したからね、俺。まあ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 、これはダメだよね。それは見た方がいいです。ちょっと今日びっくりするね。これひどいよ、本当に。え、こんなことある？やっちゃってもらえるけど。え、だってぐらいしかさ、パッて来なくなるんだよ。あ、悪い顔してる。めっちゃ沈もうよ。どっちなんでしょうね。そのスタンス意味ないからでしょ。意味ない意味ない。よくないよくない。もったいないよ。いや、これ出たんちゃう。ユーマの追い込まれすぎてめんどくさくなったやつ、沈籠。あー、お前沈籠。え、いや、まず違います。それは本当に。本当に違う。それは本当に違う。頼むよ。人狼っぽい。人狼っぽい。焦ってるでしょ、今。動画にならないと思って焦ってるでしょ。人狼じゃないです、本当に。え、じゃあ4回に1回ボケマンクサくね。まあ、その節はあるかもしれないけど、違います。え、ただの市民がこのプレイ。本当にね、出てこなかった。マジ、もうごめんね、みんな。ごめんね、言うてるやん、もう。全然そらない。はい。行こう、もう。行きますよ。時間大丈夫ですか？残り時間20分で。やばい。やばい。だってノーダメだよ。マジでやばい。ノーダメはやばい。行こう行こう。一ダメぐらい与えよう。行こう。行きます。次、ボンで始まる漫画といえば。はい、楽勝。漫画、漫画かわかんねえな。漫画あるか。ここから始まる漫画なんですよ。絶対一緒だ。絶対これや。絶対一緒だ。絶対一緒やね。終わったと思う。これ一冊よ、これ一冊。これはマジで合う。これいける。これマジでいける。ボ。え、単行本出てる。何？出てる出てる出てる。まあ一個目でいいと思う。いや、一巻までできない。こんな読んでる。え、何系？スポーツ系？バトル系？やばい。ギャグい感じでは。うん。え、なんだ？あの系は。え、だって多分その感じみんな一致してる。これはマジでみんな一致してるよ。うわ、書きたすぎる。何？いや、一個も出てこない。え、どうでしょう。パスするじゃん。マジ？え、ボア、ボア、ボイ、ボカ。それが間違ってる。そのやり方が全然違う。頭にあれ隠してる。昔やってたゲーム書けば。え、あれ、なんか、なんて。でも、もうとりあえずね。もう、書いてみたいから。ていうか、人狼なんだからね。いや、俺マジで違うよ。俺マジで合わせたいもん。だから、こんなに粘ってんじゃん。いや、けどもうこれ出ないから。直接的なヒントも出せないです。いや、もうマジで申し訳ない。ここは一旦諦めて。あー、いや、マジで申し訳ない。俺ここ4人は合ってると思う。じゃあ出していいですか。はい、すいません。ボンバーボンバーマン、ボンバーマンね。いや、マジ申し訳ない。4人でいく。何？せーの、ボボボ。うわー、そういうことか。全く、もうボアとかボイとかしか考えてたから。ボのボボか。ゲシタルトボボボボ帰っていいやん。いや、マジで申し訳ない。うわー、めっちゃ強いからね、ボーボー。いや、その漫画として捉えてなかったな。鼻毛神経だから、普通。ダメさん、申し訳なさそうすぎるんですか。いや、庶民だと。マジか。
いやこれは確かにいけたわ、出てくれば。いや今思い返すわ、みんなのフリップの音めっちゃボボボボボボがめっちゃ鳴ってたわ。同じ実力で。マジか。そして終わり。はい、行きます。次、5で始まる強い人といえば、ここ。いや一致する気はしない、出てくるけど今回は。マジ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 、これは 100% でパンチラインですよ。ちょっとやってないか言う。臭いな。ふざけてない。パンチライン。やばいやばいやばい。これこんなに嫌な気持ちになるんだね、ユウマ。なんとか書きました。いやけど俺本当に申し訳ないわ。これは。これ言いました。じゃあユウだから。はい。悟空。悟空。うわ。うわー。けど漫画だよね。ゴルゴさ。ああ。強いよね。これゴン。ああ。ゴンゴン。ね。俺ゴーシュケツ、ゴーシュケツ、ゴーシュケツ。お前さ、真面目に考えて俺の時間返せよ。めっちゃパンチライン。マジでパンチラインなんだけ。このパンチラインはね、ミスター Q ですだから、まあ。お前文字起こしできるのすごいよ。ゴーシュケツ、ゴーシュケツ、ゴーシュ。やばすぎるスキルだ。え、ちょっと待って。お前ふざけんなよ。だとしたらタイミングふざけんなよ。まあボケマンかな。まあまあまあ、しかも俺出てなかったっぽいし。かもしんねえよ。このタイミングでやってくれたら。行きましょう。いや次やって行きたいな。次、4で始まるお金持ちといえば。顔出てきてるのに。やばい。嘘だろ。やばい。どういうことやねん。最初の文字分かってて顔出てきて名前出てこない。やばい。合わせて勝ち。いや俺これ勝ち。え俺はまず 100% でしょ。えお金持ちってだから例えばビル・ゲイツみたいなことで。まあそうだよね。ようん、いや過去出てきた人かけばける。ちょっと今マジ頼むよ。いやでもこれ本当にこれ本気で言っています。いやまあうん、そうですそうです。いやでもお金持ちだと思う本当に。いやまあまあそれはいいっすよ。じゃあ俺めちゃめちゃ自信ある。俺とヒューがせーのになんか、せーの、与沢翼さん。あーもうです。ええ、あー、マジで。りょうじやもんさんですね。まあまあまあ、言いづらいいね、もうちょっとお前やばすじゃん。なんかもうお金持ちキャラだよ。そうそうそう、いや、そうだね。君のドバイ来る。言ってるよ、君もドバイ来るって。そんなこと言わないで。なんで出てこないんだよ。ちょっともう、怪しすぎる。俺は本当に出てこなかった。まあ、ザ・お金持ちって感じだもんね。ね、マジ余裕も。もっちょいじゃあ持ってね。ありきたりな問題で。ありきたりな問題で。これでも。でも、いきますよ。はい。さあ、で始まる名曲といえば。か。やばい、出てこない。来た！アメリア、お前、特大名曲だぞ。まずい、ちょっと待って。いや、お前、特大名曲。もうちょっと、ヒントはもう与えないです。やべえ。とにかく、名曲です。まずい、出てこない。いや、待って、それはやばい。これエグい、この名曲さ。ここで一発揃えよ。多分もうやばいよ。多分ここ揃えないとやばい。やべえ、これ合わねえ。絶対合わねえ。いやー、かの名曲でしょ。いける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 。うわー、絶対合わねえ。もういや、俺違うか。いや、多分一緒だ。頼む頼む、行こう。頼む。いや、これスピード感大事だよ。行こう。これいける。いや、ちょっと待って。え、いい頼む。行こう。いや、ちょっと書きます。帰るわ、出てくれ。いや、俺マジ来てる。絶対これ5人1だと思うよ。昔からある曲ってことだもんね。ね、まあそんなに喋れないですけど、名曲です。いきますか。はい、じゃあ、大丈夫。カーテン。カーテン。お、いや、僕もカーテンです。カーテンね。あー、ミスった。マジって、本当に家でカーテン答えられないやついいの。おー、何も違うの。いや、カーテンって書いてた。でも名曲って言われちゃったから、そのまあ新曲やね。あー、そうだね。いやいや、まあまあまあ、そうよそうよ、そうだけど、さっきの一部との感じをあれしちゃって。俺は、俺たちヤマツ同じ一緒かも。うん、せーの、カルメン。カルメン。シュ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 。ちょっと待って。あー、ヤマト、やばすぎろ。せめて奏でとかさ、いろいろあったよ。いや、カルメンも結構やばいじゃん。本心調子、カーテンを書いてたん、ちゃんと。本当に出てこなかった。え、なんでカーテン消してさ、こんなふざけんの。え、だってその、名曲って言われてさ、いや、まあカーテンは新曲やろみたいに言われる未来を見ちゃったから、だったら貨物列車収集しよう。でもこれ全員合うと思わないよ。収集しよう。うわー、きしょいわ。いや、きしょいわ。いや、でもカーテンだと思ったよ。いや、てか流れがカーテンだった、今。
しょ。もうそろそろみんな合わそうみたいな、もう空気感がめちゃめちゃカーテンだった今。いや、何カルメンって。いやいや、もう名曲やん。名曲だけど、じゃあその名曲を縦にすんなよ。流れとか見て普通にカーテンやろ。お前もだよ。じゃあ思い出たからさ。いや、ちょっとこれエグない、これ揃わないの。カルメン、お前ガチな人狼だろ。ここでカルメンは違う、カーテンカーテンエグくない。ほんと出てこなかった。でも俺悲しい、普通にカーテンがまず出てきてない時点でお前と俺ら運転の差があるから。俺迷ったんだけど、そうだよな、もうカーテンやろ。オープニングで話してダメだ。うわ、もう本当に寒くなってきたな。いやだから人狼の方が嬉しい、友達として。人狼だったら、うん、いいよね。いや、そうですよ。これだって人狼ならなんか、まあ、カーテンをかかなかったのもうなずけるっていう。うん、あと何問ぐらいですか。もうじゃあ残り3問とかにします。もう3問にしましょう。はい、はい、いきます。次、まで始まる悲しいことは。悲しいこと、むずっ。急にむずいね。いや、これはもうマジでむずいな。だけど、いか、もうしょうがない。これちょっと嫌がりだな。まあ、残り2問にかけるか。ちょっと俺、なんか詩人みたいなことやっちゃった。いや、まあこれは合わないという前提で僕もやってますから。はい、もう僕出しますか。はい、またね。あ、悲しい。ああ、そういうことか。友達とバイバイする。そういうことか。あ、すごい母ちゃんの感性をここに持ち込んできたみたいな。まあ一応真面目にはやった。やっぱすごいいい時間も。それで言うと俺同じかって。本当に長いけどね。同じには見えないね。いきます。マライア・キャリーが改名してマライア・マライア・キャリーになったこと。本当に見たことないね。本当なんですかね。いや、なってないけど。まあこれカルキンってよかったんだよね。あー、そうだ、間違えた。変えていい。マコーレカルキンが改名してマコーレカルキンカルキンだ。そうだ、マライアキャリーだと思ってた。ないよね、お前ふざけてる。いや、真面目にやってる。だからそのマコーレカルキンをマライアキャリーと勘違いしてた。ちょっとマジか、もう一生しない。言うたび周りに無視されるあー、なんかマジなんだな。マジを感じた。マジっていうのは伝わった。マジを感じる。僕もマジって間に合わなかった。あー、悲しい。なんかね、結婚式とか間に合わなかった。なんかね、僕はまきびし足に刺さった。悲しい悲しい。お前いつの時代生きてんだ。悲しい時代違うね。ちょっとこれどう。これはもうダメだ。これはもうみんながダメだ。ちょっとお題が広い。まあラスト2個ちゃんといこう。もうほんとにボケマンももしいるんだったらちゃんと言って。ここはてかもうボケのやつはさ趣味なんで。今お前ボケるって言ったからもうボケなくて大丈夫だよ。いや俺ボケマンじゃないよ。めっちゃ気持ち。クソ人狼やん。じゃボケマンじゃないから。次、おっで始まるサッカー選手といえば。あー、もう勝った。ほ、そんなに一瞬出るか。出る出る出る。ほっ、全部いけ。現役じゃなくても現役も全部いけ。これはこりゃもうこりゃもうだ。大丈夫大丈夫、思い出してけ。代表選手全部思い出してけ。絶対出てけ。ちょっとごめん、俺もうお前どうしまったんだよ。いやちょっと本当。いやちょっと質問したすぎるけど、質問したじゃん。いやいやいや、そのギリでいこう、ギリでいこう、ギリでいこう。ちっちゃい。いや、そんなことはない。ちっちゃくはないな。サッカー選手で、ほっ、全く出てこない。いや、これはエグいって。これは合わせたいね。これは、これはなんかない、なんかない、これはいけない。なんかない、なんかない、黒なんか肌、焼け目とか背高めとか。いや、それはみんな外でやってるから肌は焼け目やろ。髪短くない。髪は短くない。いや、マジ、いや、俺マジでうざいな。いいよ、もう反応。めっちゃ寂しい、なにこれ。もうだってさ、俺これしかなくない。ほら、千秋さんしか出てこない。多分なんてやん。一生このムーブ、わかる。サッカーを解説してたもんね。ほら、千秋さんばっかり頭に入ってくる。ほっ、え、ちょっとそのテンションに出すの。そのテンション。ほっほー。俺はもう言えない。だってその次の文字が来たら確実にあの人しかいない。もう分かっちゃう。出ないよな、これ出ないのは結構やばい。やばい。でもなんか書いてほしい。え、じゃあちょっと俺一番最初に出てきて、さすがにまずいかって大ヒットレベル。もういい、まだ出ない。え、けど、いや、だすごい、すごい有名。ほんとごめん。はい、ほうだよ。いいけど、いいっすか、もうじゃあもうほんと出すね。ほんとごめんね、みんな。ほまれ。あー、下の名前で。まあ出るわ。いや、それみんな出てよ、見て。いや、ちょっとマジか。せーの、本田圭佑さん。あー、本田圭佑さんだ。やっちゃってね。これはマジでやっちゃってる。決定機2度目ですよ。
これは本当ボボボボボボより悪いわ。あれはちょっと俺結構漫画として撮られてなかったみたいなのがケイスケ本だわ。これはちょっとマジでもう本当頭おかしくなってた。これ市民としてやったのか人狼としてやったのか。いや俺マジで市民だから本当申し訳ない。ラスト問題かな。ラストだよ。まあだから俺らここで揃えても人狼を当てなければ勝てないから。そういうことか。じゃあいきますよ。はい、あで始まる芸人さんといえば、あはいはい一枚夢。え、そんなに夢。一枚夢揃えて終わろうぜ。いや揃えて終わろう。これ来た、これは絶対こっちだ。これはもう必ず。危ない危ない危ない。必ずです。いやマジでちょっとテンパると一緒で出てこなくなるな。これいけたかな。出てきたら一瞬だ。いく、うん、じゃあ何か。じゃあいけた。明石家さんまさん。明石家さんまさん。明石家さんまさん。え、そっちというそっちという声いた。明石家さんまさん声の明から始まる芸人さんいた。いや俺も明石家さんまさん。おお。え、ゆうま明石家さんまさん。おー、これはこれはできた。これはそうだった。これは本当にそう。ということでじゃあ一旦、はい、企画終了です。はい、そうです。もうこっから会議して、はい、人狼を当てれば市民チームの勝利、はい、人狼はここで当てられなければ、うん、1回しか一致しないので、まあ、人狼の勝利となります。はい、まあ、とりあえず話し合いは必要だからさ、うん、誰だと思うか一人ずつ理由とその人と言ってこう。え、で2人になっちゃってるんだ。迷ってるね。え、じゃあ、まあ、いい？いいよ。俺はユーマだと思ってんのけど、ヤマトもボケすぎてたからちょっと気持ち悪くはなってる。あーなるほどね。そのあえてめっちゃボケにただ人狼なのかなーみたいな。ヤマトはボケマンだと思ってる、うん、そうで、ユーマが人狼だと思ってるけどはめられてためっちゃ悔しいなみたいな気持ちで。なるほどね。ユーマを指してる。なるほどね。ボケマンっぽくやってる可能性ね。ヤマトの可能性がめちゃめちゃ高いから、それでうわーってやれるのがすごく悔しいって思いを込めてる。うん、俺はもうヤマトで逆にね。うん、いやだってボケマンだったとしたらさ、うん、そんなボケる必要ないじゃん。じゃあ自分がボケマンだ。だってボケマン言っちゃいけないんだもん。自分がボケマンなんだ。そしたらそうか、意味わかんないの隣の人。いやーもうあんなボケまくってな人狼かなと思いますよ。寄せに行った人狼さん。俺も客観的に見たら俺怪しいんだけど、ボケマンでもなくて普通にあーみんなこう揃わなそうだなっていうところは普通に面白いことしたくてボケてただけ。無理そうなとこもあったよ。俺の1個のせいで揃わなかったところ実は1個もなくない。それたまたまじゃん。だから俺は人狼ではないっていう主張をまず1つ、うん、俺が怪しいなと思うのは2人、あっちゃんヒューガ。俺だ。俺か。俺マジ違う。いや、あっちゃんは、うん、まあその小心者だから人狼だとしても大きく外しに来たりはせず、うん、あの流れに見逃して決定的なところで外しに来てんのかなっていう感じが1つ。カルメンとかね。で、ヒューガは単純に2回決定打を外してるっていうので、まあ、一応怪しい。4、1、2、あれは本当申し訳ないです。ボボボボボボボと本田圭佑さんですよね。そう。いや俺も本当反省してる。この2件に関してはやっぱ決定打を外しに来るっていうのはやっぱ人狼の特権じゃないですか。自分も権利持ってるから、うん、っていう2件です。俺はあのユーマかヤマトで迷ったけど、まあ、ヤマトか、うん、そのやっぱあの、ね、いや本当に市民だったらまずボケる必要ないもん。その狙いに行ってなんか見極めてボケるとか必要ないんだよ。クリエイター本当にそうなんだ。まあクリエイター分のはあると思うけど、やっぱガチで企画をやる上で必要ない。でも面白かった。そう、うん、で、まあなんかそのボケマンに扮してやってるけど実は人狼なんじゃないか、うん、だってヤマトが全部ちゃんとしてくれてたら逆に4、1もっとあったよね多分、うん、3、1とかあったから、うん、王将平八郎の時大谷さんとかしてくれれば4人あったわけだから、うん、で、そうなったらミスった。ユーマ任せのわざとミスの可能性あって。いや、わかんねえ、マジわかんねえ。人狼の予想だよね。うん、うわ、ヤマトかな。ユーマの外し方がボケすぎたんだよな、うん、なボケマンってだから、寄せてボケモンっぽくしてる人狼みたいなやつか。その前の時はさ、女優さんの名前はかろうじてかけてた気がするんだよ。けど、アヤマンジャパンとかさ、確かに確かにシックスパックとか、そのもう、造語みたいな感じで来るのはボケマンなのかな。ボケマン刺したらヤバいんだもんね。そうなんですよ。けどボケマンはボケマンって言えないんだもんね。うん、だからヤマトかな。一回じゃあ顔見てくんない。本当に違う人の顔していい。
違う。いや違うのか、わかんねえ。わかんねえ。あっちゃんか。俺いや、まあ、俺もわかんないんで。俺もまあ決定的なミスは結構あった。いや結構むずい。耳かきとか。だって決定的なミス2、3回してる、2回してる。多分何回も3人のところを崩したりしてる。ユーマも決定的なミスめっちゃしてる。ユータなったぐらいか。いや、ユータね、違うと思う。うん、これで人狼だったら、うますぎる。うん、うますぎる。ユータって人狼意外と下手だから。苦手だからね。今日楽そうだ。まあ、そうそう、気持ち楽そうだったから、ユータはちょっと違うとして排除。これ、ユーマか。いやいやいや。いや、ユーマがもしさ、そのボケマンだった場合さ、もうちょっと喋ると思うの。確かに。ヤマトがボケマンの可能性もあるから。だからボケマンだったらコメント欄が言うのもおかしいから、ボケマンってなってる俺、ラッキーすぎるもんね。だからよくあの無理に出てこないみたいな。まあなんだろうね。なんだろうかね。まあ俺はボケマンではないから、ね。うん。え？石見が人狼とと？そう。めっちゃやばいよ。人狼やばい。もう市民でしかない。じゃあじゃあ聞いて聞いて。せめてボケマンの線を残してほしいよ。まあ市民として俺が考えたこととしては、パッて聞いた時にみんながあーってなったやつは、俺も必死に考えて合わせに行ってたんだけど、みんながうわあこれむずーって言ってるやつは合わないなら。一人ぐらいそのちょふざけるやついてもいいんじゃないかと。まあボケマンは4回に1回しかボケないから、だったらちょっとボケようかなってなったら、ゆうたも今日より笑うもんだから楽しくなっちゃってやりすぎた節はあったけど、本当にめちゃめちゃクリーンな市民ではある。お前じゃない場合普通むずすぎる。俺じゃないよ。いや、お前カルメン結構あんぎりだった場合がやばい。カルメンはマジでミスった。いやむずい。ヤマトじゃないの。俺絶対違う。絶対違う。いやこれちょっと大差せんね。あーむずい。じゃあもう今、いや俺正直今指さそうとしてんのよ、ヤマトのこと。で俺焼肉の時それやってユータに負けてるから逆転負けます。最後に欲しい、俺だってお前のこと刺そうと思ってるの。だってお前がヤバすぎるから。お前じゃなかったら意味が分かんない。お前先に謝る。みんなごめん、ちょっとふざけすぎた。うん、市民としてね。え、ただの市民なの。ただの市民。お前ただふざけすぎた、ただの市民。まあ、みんなとこうやって地べたに座ってやるのも楽しくてさ、普通になんかやっちゃってただけなんだよ普通に。はい、だから俺は俺の背中に隠れて奥そえてるユーマとあっちゃんだ。君はユーマは多分ポケモンだ。アムギーが多分人狼だ。いやじゃあお前の存在がありがたすぎだと。うん、いやけど普通にヤマトがマストすぎる、刺すには。うんうん、可能性は高すぎる、価値にいくな。チャンネンてーけど、またヤマトなんかほら言っただろうみたいなのも言われてもまたイラつくし、お前言っただろうとか言われてもお前やってたからしゃあないやろってなっちゃうから、言うたみたいなゲームになっちゃう。いやーでもそれはいいね。いやあっちゃんなんだよな今回は。ちょ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 、僕ちょっとあっちゃんだと思っちゃう。マジでここに来てかよ。あっちゃんっぽいね。いやその1回正解するまではマジでやり続けるっていうのがあっちゃんの戦略だったと思う。ああなるほどね。2回正解しちゃったらダメなんで、うん、だからずっとマジでできてただけで。カルメンとか結構あれ決定機を逃したもんね。で俺の貨物列車シュッシュッシュで逃れてるだけだから、これアームギリの可能性高い。いやー分かるけど、多分カーテンが、まあ、確かに一番雰囲気込み込みで必ずカーテンではあった。そうだからそこを外しに来たっていうのは結構人狼としてのあれはでかいよ。そあそこで撮ってたら結構ヤバかったし、ボボボボボボボがとはまた違う、ちょっとレベルの違うそのピンポイント外し、ね、そっか、うん、だから俺はもうカーテンは思いついてたから、うん、思いついてたらいくらでもいるから。いくらでもいるよ。まあまあまあ、じゃあ刺すか。よし、もう無理、分からん。いくよ、行こう。じゃあ せーのでいきます。いい、せーの、ほい。マジか。あっちゃん4票、ヤマト1票。ヤマト取りに行くの。お疲れした。お疲れました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いやちょっと分からないということで、あっちゃん4票、ヤマト1票でアフリ君が人狼として処刑されました。はい、カーン。それでは朝になりました。はい、朝になりました。朝になりました。支配人、はい、人狼の発表をお願いします。はい、今回の人狼はヒュエ君です。ヒュエ君です。ヒュエ君です。はい、ということで僕の番ですよね。はい、ください。上です。人狼です。僕はね、幾度となく人狼を見破ってきた市民のスーパースターだったんですけど、今回で隠れてきたと思います。俺が狼だー。
本田圭佑も思いついていた。一番に気持ちいい。マジごめん。マジか。マジごめん。いや俺もやっぱびっくりした。マジごめん。マジか。マジごめん。マジごめん。え？え？またやば。もうこれなんて心ない。いや俺だってポケモンですよ。ということで裏ちゃんのターン。結構長いな。いきます。4回に1回ポケモンだ。ボケマンってだから喋れないマジで。あの言っちゃいけないから。ああそう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 。お前何しに来たんだよ。俺まああの10回に1回ボケるし。違う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 。いやーノーダメ強いな。ああいやマジでボボ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 まずさ、まずボで考えたときにさ、ボボボボって考えたらさ、もうボボボボボボボになるやん。ボボボで。だからボはボイボクって口にいっぱいすることによって、あ、それはマジで出てないんだって思わせる。え？ボはボはボイボカ。それが間違ってる。そのやり方が全然違う。まあ演技派だな。そのボボはマジでなかった。俺の思考にみたいな。もう1秒で思いついた。ボボボボボボ。めちゃめちゃボボボボボボしか頭に出てこなくて、逆に何も書けなくなっちゃって、だからマジで何書こうってなってた。だ途中で出てこなかった時、ユウマこういう気持ちなんだよなって言ってきた時、そのマジなやつだと思った。いやめちゃめちゃですよ。本田圭佑がエグいぐらい出てきてた。ねえきたー。ちょっともういろいろ怖いよ。いやだから俺ずっと全部ずらしてたのよ、みんなの思考と。合いそうなとこでずらしてたってことだよね。そうなんかいっぱい出てきてて、でもキング&プリンスの方が今はすごい、ユータとか書きそうやなと思ったらキスマイって書いて、世代だからねって言って逃げていくみたいな。そこもかずっとやってた。あ、そっか、キスマイも。あと、イノセントワールドとか。じゃあ、耳かきで攻めたの。そう、耳かきは攻めて、あのマジで分かんなそうにしてたから、めちゃめちゃ攻めた。あっちゃんが分かんないっていうのを前提で。前提で。すごいやられましたね。そうだやば、気持ちすぎんな、これ。すごい。いや、これはちょっとマジでうまかった。やられた。ということで、改めまして、今回の人狼客は、ヒューガ君の勝利です。今日の動画が面白かったよって人はね、ぜひぜひ、高評価、コメント、そしてまだチャンネル登録してない方は、チャンネル登録よろしくお願いします。しますそして、引き続きですね、僕たち今メンバーシップの方も、今月も更新させていただいていて、この間ね、実はメンバーになるボタンっていうのが出たね、解禁されまして、そこから入れるんですけれども、あそこから入るとこれアップルのそのアプリ料金っていうのがかかって700円になってしまう、うん、でモバイル版のやつもね、その概要欄とかに貼っているので、700円でもいいよっていう人はまあそのメンバーになるボタンから入っていただいて、 A190 の方がいいやっていう人はそのブラウザ版っていうのを貼っておくので、そちらから入っていただいて、僕たちの動画とかブログとかこちらの方も楽しんでいただければなと思います、はい。まあ現在ね、約2万3000人の方が加入していただいているので、まあ、目指す3万人ということで、まだ入っていない方はぜひこの機会によろしくお願いします。それではまた次の動画でバイビー。